私は3650日間以上人間関係を絶っていました。Okay. We all get lonely, right? But what's it like to be alone for a really long time? Welcome to the world of Japan's hikikomori. The word literally means pulling inward, and it's a social condition where people purposely cut themselves off from society. Hikikomori to mean no desire to escape. つまり何か食べたいとかどこか行きたいとか、まあ、遊びたいとかそういうもの一切なくて。But is there more to it than just feeling alone? Well, yeah. And I went to Tokyo and spent time with some hikikomori who are trying to bring it out of the shadows. まあでも厚生労働省が採用している定義からすると6ヶ月間以上家族関係、家族以外とのコミュニケーションがなくで社会参加していないっていう人が引きこもりになります。今までみんなが引きこもりっていう言葉でイメージするのが部屋から出ないとか家から出ないっていう。で、多くの引きこもりっていうのは人間関係はないんですけれども外には出られる。やっぱりその表面的に見えない問題ですよね。やっぱ引きこもりの問題はその引きこもりの心の内部にあるので。In 2016, the government reported that there were 540,000 hikikomori in Japan. But that only counts people under 40. So if you include everyone, some estimate that there are actually 1.5 million, which means that roughly one in every 100 people in the country is isolating themselves. So what now? だから今本当にどうしようかっていうふうに日本中が考えているところです。やっぱ当事者目線から発信していくってことが必要だと思います。働かせればそれは問題解決だっていうふうに思ってると思うんですけれども、でも引きこもりの人がなんで引きこもったかっていうのは、それはそのどうやったら生きていけばいいのかっていうその実存的な悩みであって、どうやって食べていくかっていうその生存の不安ではないんですね。In Japanese society, conformity is very important. We have a saying, if you are a nail sticked up, you will be pum 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 pum. Yeah, hammered down. 僕ら引きこもりの中、どういう人が多いかっていうと、やっぱ進学校出て、いい大学を目指すっていう、そういうパターンの人が多くて、僕はあんまり勉強得意じゃなかった。好きではなかったんですね。でもその失敗を人に見せたくなかった。だからその一人で部屋にこもって勉強していた。そしたらそれがまあ10年間ぐらいトータルでなるんです。引きこもり itself is just a social condition. It's not a mental illness, but many needs mental health care. I'm jobless, living on welfare, suffering from depression, but still I might be able to do something.自分がその OCD だって知ったのが病気 の, そ, のそもそも強迫性障害というのを知ったのが、30過ぎてからなんです。We interviewed Naruse in a studio. Because of her disorder, she likes to keep her apartment perfectly clean. 家族は共働きですごいずっと長いこと働いてるからそのあんまり触れ合いというか関係が築けない、まあ、友達もなんか塾通ったりとかなんとかで友達ともなかなか遊べない孤立一人一人が孤立してなんかもう結構言われてるのが自分友達いないと私友達いない自分友達一人もいないっていう人が本当にいっぱいいて。本当もうどうしたらいいのかわからないような孤独感はやっぱり何度も感じたことはあります。はい。Hikikomori are so prevalent in Japan that last year, Kimura started Hikikomori News. For Hikikomori, by Hikikomori. 佐藤圭さんへのインタビューというのは半面あるんですけど、それのそのメールインタビューの文面までは考えたんで。この前、真夜中にいい考えを思いついたんですね。はい。いい考え、教えてください。ゲイツ財団とかザッカーバーグ財団に支援を頼むと、はい、英語で英文をしたためて送ると、はい、だからゲイツとかザッカーバーグはちょっと俺たち寄りのような気するわけです確かにね確かにオタクだったもんね、うん
まあ、アメリカのフレンズたちに聞かれたりする、うん、今引きこもり新聞に来るような人たちっていうのはそうですね、まあ、居場所に来れて、まあ、途中にあるような人たちですね。当事者の考えっていうものを親自身が学ばなきゃいけない、そういう活動がたくさん出てきたので、当事者たちはそうやって活動をして少しずつその希望が見えてきてるんじゃないかと、人とのつながりっていうのがこんなに人間にとって大事なものだったんだってすごく強く感じていて、それはあの他の方もみんな言うんですね。まさに黎明期っていう感じ。